F 不二雄さんのタケコプターも一番最初、ここのプロペラで飛んでるみたいに書かれたんですけども、子供から質問が来たら、すぐに、あれは無重力で実は飛んでいて、で頭につけることによって、つながっている部分全体が一つの力場、あのフォースに包まれてですね、でそれで浮遊してるとで、頭の上で回ってるのは何かというと、この装置が安全に作動してるっていうサイン、いわゆるパイロットモニターランプみたいなもので上でくるくる回っているシンボルにしか過ぎないんだっていう。 ノーですねちゃんとあの F ・不二雄先生は説明してですね10代女性、えー、ニトリちゃんひたすら自分に甘いです。 しなければいけない勉強を始められません。時間があれば、ぼーっとしたり、寝たり、本を読んだり、YouTube、インスタを見てしまいまして。いや、別にほら、10代女性だからじゃないし、自分に甘いからではないですよね。日本人みんな同じだと思います。結果、テスト勉強がギリギリになって、世界史、日本史、物理、生物でひどい点を取ってしまいました。ひどい点取ってないのはなんだろう、英語と数学だけなのかな、えー。どうすれば自分に負けず頑張れますかああ。 深刻な悩みといえば深刻な悩みなんだけど、まあ、僕らも似たような環境に、まあ、63人もだと同じような環境にあるんだけども、まあ、僕は幸いにして世界史日本史物理生物のテストがないからなんですけどもそうですね、まあ、ニトリちゃんの場合はですね多分勉強しすぎようとしてるからむやみに頑張ろうとしてその分嫌になって先に諦めちゃうというループに入ってると思うんですよね。僕 何年か前にこういうのに対してちょっと真剣に相談を受けた時に僕も真剣に返した時があってそれの効果がすごく出たのがあるんですよあの国家試験はそれで通った人があるっていうです、ね、あの方法をちょっと今から説明しますけども1日ね2時間しか勉強しちゃいけないという風に自分で決めてくださいつまりあのテスト勉強をやらなきゃいけないテストのもう直前だ5時間6時間やらなきゃいけない8時間やらなきゃいけない10時間やらなきゃいけないって考えてると あの割とできないんですよ。でそうじゃなくて一日2時間しか勉強していけない,い,けないそれも30分かける4回これんだけしちゃいけないで、えー、それの時間も決める、まあ、一番いいのは午前中にすることなんだけども浪人生だったら午前中が一番いいんだけども、まあ、あの学校行ってるんだったら本当はね学校行く前がいいんだよねでそこで30分かける4回だから一日4教科しか勉強しちゃいけないの。それを30分ずつしか それをやったらもう一日勉強禁止でやらなくても自分が決めた時間を通り過ぎちゃったら勉強禁止っていうですね。今日は勉強ができないああもう時間過ぎたからできないという枠を決めた方が多分ねちょっとあの結果としてすると思うんですよね。だかから1日時時間6時間ややなななきゃいけないい。けとと思っってない、てて結果しし分 ことが何日も続くより1日2時間しかやっちゃいけないんだったらもうこれやるしかないこれやるしかないって言って詰めてった方が多分結果出ると思うんです、まあ、そ,れそれであの少なくとも僕はそ,そのアドバイスで行けた人を知ってますビル・ゲイツがですねあのもしあの1日200円で暮らさなければいけなくなったらアメリカだから2ドルなんですけど、ね、2ドルで暮らさなければいけなくなったらどのように生活を しますかというふうに聞かれた時にですね、ビル・ゲイツの答えがですね、鶏を育てるだったんですよね。で、えー、これ本当にビル・ゲイツやっててですねあの、えー、発展途上国の農村に10万羽のですね、鶏を寄付してるんですけれども、なんで鶏が貧困を解決できるのかというと、その仕組みをですね、あのビル・ゲイツはブログに書いてます。鶏、えー、が貧困を解決できると考える理由、1、育てるのが簡単で、餌も少ないと。 えー、餌をしっかりやると鳥は育つのはもちろんだが基本的に鳥は地面に落ちているものなら何でも食べるのでコストが少ないとで感染症のワクチンがすごく安いに投資の対象として優れてると。 ゴア、えー、の面取りを買い始めた時に、えー、隣人に、あの、温取りを1羽買ってる人がいれば、そこから日をこを作り、3ヶ月後には40羽の鶏を買うことが可能。最終的に鶏は1羽あたり5ドルで売れるので、えー、農園は貧困の最低ラインである年収700ドルを上回る1000ドルを1年間で得ることができる。3、子供を健康にしてくれると。えー、年間310万人を超える子供が栄養失調で亡くなってます。卵を返し、育った鳥を売って栄養のある食べ物を買う。 その他に鶏の卵がタンパク質をはじめとする栄養素を多く含んでいるため、卵のままでも栄養のある食事を子供に与えることができる。4. 女性に力を与える。これが面白かったんですけども、鶏は牛のように体が大きくなく、家の近くで育てることができる。女性でも世話ができる。で、あの、ゲイツとの嫁さんのメリンダ・ゲイツによると、女性がお金をコントロールすると、男性がお金をコントロールした時よりも、貧困から抜け出す確率が高くなる。 あの教育、健康、栄養といったです、ね、カテゴリーにお金を使う可能性が高い女性がニトリによってお金を得られれば家庭にとってメリットは大きいということなんですねつまり誰かにお金を与えるということはその夢を与えることじゃないんですよあの夢を実現する力を与えないとしょうがないんでそれをサポートするのが大事なんですね。M さんですね心が弱っている時に今自分がやっていることを信じることができなくて焦燥感に駆られ身もだいする。 もっといい方法があるんじゃないか今やってることって無駄なんじゃないのかから始まって果てはこんな状態の俺って生きてる意味あんのかまで行ってしまうと、えー、判断力がぐにゃぐにゃになってしまうので例えばすっぱりやめて行動するといったことができず精神的に不安なまま惰性でふらふらしますそれがまたしんどいまずこの状態にならないためにはどういうふうにすればいいのでしょうかこの状態から抜け出すためにはどんなことをすると良いのでしょうか。 とということですねさあ皆さんのコメントは「鈍感力はダメなんか筋トレしよう深呼吸昔の俺のよう難しい考えるな鬱になる前に引き返せる」うん、僕がですねなんかまあ同じような状態になることあるんですよ悩んで自分がやってることが分かんなくなってこのままで大体方法から人間は具体的なことから悩み出して抽象的なことへ行くんだよね。一番最初はこれでいいのかっていう目の前にあるこれで悩んでるんですよ。 でこの方でいいのかなとかのやり方別のやり方はなかったのかそういえばあの時もそもそも俺って俺なんて生きてる意味もないというですねどん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 抽象的な方向へ悩んでいくっていう癖があるよね。だ具体的な領域で悩んでるうちは悩みなんだけどさ抽象的なことに行ってくるともうこれ自己否定という趣味をしているような感じがするんですけども。 まああのデカルトにですね我をもう故に我ありって言葉あるじゃん俺まあ採用してんだけどもまず地盤を固めるんだデカルトっていうのは人はいろんなことをまあそれは信じられない信じられない信じられないと言って全てを疑問に考えるときにちょっと待ってよと。全てを疑問に考えたらあまりにもふらふらするとそうじゃなくて一個だけでいいからとりあえず足場作ろうととりあえず俺は なんかこう考えてる悩んでるということは俺という存在自我だけはあるというふうに仮定してみても構わないよなっていうのがデカルトの第一歩でそこから方法論序説っていうものの考え方の分厚い本をバーッと一冊書いちゃったっていうあの昔の哲学のおじさんなんだけども、えー、まず地盤を固める一歩を固めるというのがすごく大事なんだ。俺っていうさっきの疑問 これはね、ね。明らかに地盤がグううグラグラしちゃってるんだよ、ね、デカルトが固めたようなまず基礎の1本目の地盤,地盤が作れないと。でこういう時って普通じゃあどうやって地盤を固めるんでしょうかとかですねじゃあまず自分が自信を持って言い切れることは何ですかという話になっちゃうんだけどもデカルトぐらい理性的で考えるのが趣味のやつだったらさそっちの発想法でいいんだよ。 でも普通の人間さそんな風に年が年中考えたりすると暇でもないし基礎の足場を組んでからやっていくっていう方法ってなんか日本人にはあんま無理があると思うんだよね。なので俺のおすすめはですね自自分は地盤が緩いい方だっていう自覚を持つんだよねつまり何か悩んだら「俺って生きてる意味あるの?」という一番基礎の地盤の方まで疑ってしまうっていうような癖があるっていうふうに考えた方がいい。 わかかるかななな地盤っていいうのは強くならないんだ。例えば俺ってこれでいいんだという自信とかなあのいやいやいやそこまで疑ってもしょうがないよっていうようなそれはそういうのって個性なんだよね。なので個性で自分自身を疑ってしまうとか存在意義を疑ってしまうのやつは何だろうなそれは治んないんだよあの。よくゲストで西野君来るじゃん。 キングコングの。で、あいつ見たらもう絶対自分肯定してるでしょすごい自分自信があるでしょあれって多分ファンの人はどうやったらああなれるんだろうと思うんだけどもあんなふうになれないんだあれ個性だからあの個性で本人は苦労してるからねどこまでも肯定的なあのポジティブな個性で本人苦労してるからポジティブでも苦労するのが個性ならばネガティブでも苦労するのが個性なので地盤はまず強くならないと。で緩い 一番自分の存在意義とか自信というのは緩いと。なので、どのような注意が必要かということをいつも考えた方がいい。なので、メモ。ですね、僕のおすすめはメモです。不安になったら。とことんならないと不安だっていうのが。多分この人のね、あの原因だと思うよ。の。一度不安になり出しちゃったら。他の不安も。全部考えつかないと、思いつかないと、逆に不安になっちゃうと思っちゃうから。必要な不安と。 趣味のの不安ってていいうのが切り分けられてないんだ必要な不安はこれでいいのかこのやり方でいいのかだけのはずなのにそういえば俺はいつもそんな癖があるこれもうねまだギリギリ不安になって構わないでも俺って何なんだろう俺って生きてていいんだろうかっていうのはもうすでに考える必要はないそれはね多分いろいろものをやってたら30代40代50ぐらいになってあこれでいいんだっていうようにポンが来るようなもんだから。 あの10年20年の熟成期間の蔵の方に掘り投げておいてあんまりね個別の回答を毎回毎回与えない方がいいと思います速読を身につけたいえクラウド市民のひろきさんですね29歳独身私は速読を身につけたいと考えております2 二冊ほど速読の本を読みました大事なところだけを読むとか二行一気に読むと書いてありましたがどれもいまいち身についた気がしませんそれはしないよ岡田さんは一冊何分ぐらいで読まれてますか効果的な速読術などありましたら教えてくださいという質問です、えー、結論から言うと僕はあらゆる速読術は信用してません、えー、そんなものはこの世の中にないです速読術というのは速読を勧めてる人はみんななんでしょうねうん恋がしたいんですというのに対して ギャルゲーを勧めてくれてるんですよ。ギャルゲーも恋だっていうわけですよ。ギャルゲーでもないよりました。いや、ギャルゲーは恋を超えてる。いろんな言い方がありますけども、ギャルゲーは僕は恋ではないと思います。その意味で速読術というのは、この世の中に存在しません。ただ、さっさと本を読む方法はいくらでもあります。それは、そのひろきさんが今やっているようなことです、えー。ちょいちょい読むとか、タイトルだけ読むとか、あの前書きと後書きだけ読むとというふうなことをやれば、 慣れてくれば来るほど本の内容っていうのが想像がつきようになってその想像がそんなにずらなくなるんですねだから速読の一番効,効率のいい方法っていうのはまず本を大量に読むことでその大量に読むことによってああだいたいこの本っていうの,のパターンが分かってくるとそしたらなんだろう表紙とあと裏側見てその本の釣り文句って言うんですけども編集者が考えた宣伝文句で帯を見て で、えー、目次を見て目次をよーく見たら大体どういう内容か分かってくるとで99%の本は目次を読んだらまあ大体十分ですでも1%の本は油断ならないだから本当に読まなきゃいけない速読っていうのはこの本当に読まなきゃいけない本と読まなくても別に構わない抑えときゃいいという本を見分けるための作業であってですね、えー、そ,こその作業自体は別になんか練習するようなもんでもないんです。えー 本をあらかじめ大量に読んでないといわゆる速読術で習うような2ページ見開きのを全て目に入れるとかあと何だろうな重要な部分だけを読むとかそういうふうなことをやっても本の内容に対すする推理力が働かないんですねデータベースが自由になってないからそのデータベースを大量に持つためにまず本を大量に読まなきゃいけないその大量に本を読むのに速読を使ったら何にも意味ないんですよ。<laughs> なので あの速読法っていうのは僕はないと思います、えー、あるとしたらですねあの本屋さんに行って立ち読みしかしないですね本屋さんに行って立ち読みしかしないというふうに決心してで明日までにレポートを書かなきゃいけないつもりで10冊の本を読んでみてくださいそしたら大体速読法というのがどんなのか分かりますそれは要点だけを読むとか頭の中に入って覚えてるうちにすぐにメモを取ってそのまま次の本を読み出すとかそういうことでできますあの 効果的な速読術というのがあるならばですねなんだろうな本当にそんなものがあるんだったらあの日本で一番勉強しなきゃいけない入学試験大学入試を受ける人たちがみんなやってるはずなんですよで、大学入試で誰も速読術使ってるのって聞いたことないでしょつまり速読術っていうのは読んだ気になれるんだけどもじゃあそれが正確な知識になっているのか 後で試験を受けたらそれに対して対応できるのかというそれには効果的なエフェクトが一切ないっていうのがまあこれでお分かりだと思いますのであまり夢は抱かずにですねまずは速読を身につけたいと思うならば大量に本を読むことを頑張ってみてください20代男性素振りをする素振りさん、えー、岡田さん毎回楽しみに視聴させていただきますありがとうございます、えー、現在未だに就活をしています どういうういことななんだろうな時期が時期だけに企業側に求める条件とあそうか9月10月になってもまだ就活してるってことか、えー、時期が時期だけに企業に求める条件給料分野福利厚生勤務地などを言える立場にないのは分かってる分かってるつもりですしかしどうしても自分が全く望まない条件の企業に就職して長続きせず辞めてしまうのではないかと思ってしまいます。<laughs> つまり現実ののの自分の希望の 狭間でどうしてよいのか分からずというのが正直なところです。こんなことは言わなくて言わなくていい <laughs>。でも金がなければ生きていけないのは事実なので、私はまだまだ子供な人なのでしょうかっていうですね。20代のですね男性素振りをする素振りさんからいただきました。まあ子供な人というかですね。うんあのもう就職で今みたいに考えてでまあ分かんなくなっちゃってるんだったら自分はなな何,何悩んでるのか分かんなくなっちゃってるんだったら。 問題を切り替えて考えてて考みりゃいいんですよねあの男女の問題で考えてみたらどうですか恋愛とかで例えばその時期が時期だけにもう28歳で彼女いない38歳で彼女いないだから女性に求める条件がああだこうだと、あのー、言ってもしょうがないのはよく分かりますしかしえここで理想でない女性と付き合ったり結婚して妥協しても長続きしないと思うって言ってるのとまあ似たようなもんだよね。でそれが理由で 恋愛できないとか,なんかこう結婚できない人って山ほどいると思うんだけどもここの、ね、根本的な理由って何かっていうとどんな会社に就職しようか妥協,妥協しちゃったら長続きしないんじゃないかなとかどんな女性と恋愛しようか妥協しちゃったら長続きしないんじゃないかって思ってる人ってあの自分に、ね、妥協しててるることとを忘れてると思うんですよあの。素振りをする素振りさんって自分自身理想の自分じゃないでしょ。 理想の外見でもなければ自分の条件求める条件通りの体型でもなければ顔でもなければ性格でもなければあのなんだろうないわゆる頭脳みそでもないと思うんだよね。でそんな自分でも自分自身に納得してるんだから彼女とか仕事にもね納得できるはず妥協できるに決まってんだよ。だって、 一番足りない自分自身に納得して絶望せずになんとか生きてきてそして俺様にふさわしい仕事納得できる仕事って考えてんだからさまず何よりも自分に納得してるわけでしょ妥協してるわけでしょだからあの子供じゃないんですよ鈴織さん子供じゃなくてあの自分自身に実は俺は妥協してるんだよなっていう事実を知らないだけだと思うんで、まあ、その妥協を踏まえた上で、えー、もう一回この問題を考えてみてください。 えー、商業作家です。何の商業作家か分かんないんです。えー、1年前までツイッターで発信していたらアンチに絡まれましたと。殺人脅迫まで受けました。以後そのアンチのツイートを見るとざまあみろと嘲笑ってしまいます。ちょっとなんか飛んでって分かんないですね。今はツイッターをやめてますが、いまだに他人の服をざまあみろと嘲笑う癖が治りませんと。これは呪いだと思うんですけど、正体は何でしょうかです、ねえー、質問であります。えーっとですね、商業作家、まあ、漫画家なんか分かんないんですけども、 えー、殺人脅迫まで受けたんだからねなまあ何と思ってもいいと思うんですけどもポイントは以後そのアンチの人のツイートを見たらざまあみろ、まあ、多分そのアンチの人が、えー、今日もダメだったとかモテねえとかあのそういうようなやつを見るとざまあみろというふうに思っちゃうってことなんでしょうねそれまで思ってなかったんでしょうで、えー、多分ねそれねあの相手が限界を超えてくれたから 自分もはしたない行動に出れたっていうなんかそういうことだと思うんですねあの多分この相談くれた方商業作家の方はそれまでも心の中にざまあみろみたいな衝動はあったと思うんですよででもそんなことを思っちゃいけないっていう理性っていうのかななんかその意識の上に登らせない良識みたいなものが心の中にちゃんとあったわけですよねで世の中にはいい人っていうのがいっぱいいるんですけどそのいい人っていうのは 僕らみたいにかな人間が考えているような本当に悪いことを思いつかない人じゃなくてい悪いことが思いつきそうになったら抑えるタイプの人もいっぱいいるんですよ。例えばその浮気しない旦那様の中にも全く浮気心が起きない人もいれば浮気心みたいなのが起きそうになったら素早く蓋をする人もいれば浮気心が起きてるんだけど行動に起こさないっていうなんかそういうでもそれらは全ていい人っていうカテゴリーなんですよ。つついつい 100%いい人だけはいい人だっていうふうに思っちゃうと、なんだろうな。実際にいい行動をしてる人もなんか偽善者みたいに見えちゃうんだけど、僕違うと思うんですよ。で、この人はちゃんといい偽善者だったんですよ、前は。で、前はいい偽善者で、ざまあみろって思ってたのが意識に上りそうなのをこう、 抑えることが無意識にできてたんですよね。ところが、その良識の留め金がバカになっちゃったんですよ、ね。<laughs> この蓋をする良識の留め金がバカになってて、何かあの不幸な人とか、そういうのを見たり、ツイッターで見たりするために、そのバカになった。海金が外れて、で、これまでなんだろうな。無意識に抑えれたものがボロボロ、ボロボロ出てくるようになった。だから、ざまあみろ、ざまあみろっていうふうに思うようになったと。だからまあ、これ見てくれてると思いますけども、商業作家さん、あなたが受けたな呪いではないんですよ。 ただ単に止め金がバカになってるだけなんですよね。だからどうしろってことはないんですよ。あの一回止め金がバカになっちゃうと意識するしかないんです。意識して そんなことを思っちゃダメだと思ってもう一回蓋をする。もう無意識の頃のあなたには戻れないと。言っちゃえばあなたの少年時代は過ぎたんですよ。なのでここからは多感な青年時代として過ごしてくださいと。あの俺を少年時代から引き上げてくれてありがとうとアンチに感謝するのよし、あの純粋な頃に戻れないのかと恨んでもよしですけども、そういうなんか呪いみたいなほどのことではないと思います。えー、誰しもそれは 子ども時代になんか落ちてるゴミを拾わなかった時とかあとなんだろうな学校でちょっといじめられてる子を遠目に見た時とかに心の中にかすってくるようなことでみんなもっと早めに経験して早めに意識的になるんですけどもちょっと時間がかかったっていうことだけだと思います。杏仁豆腐さんん。20代女性私は正直すぎるのか、か他人と分かり合いません えー、お金の無心をしてくるつまり金をねだってくる母親には「そんなに金が必要なる風俗で働けばいい今まで私が渡してきたお金は副業の風俗で稼いだものだよ」と言うとひどく怒られます「私は意味が分からずそれ,それから親に会っていません」「<laughs> なかなかねもうここら辺で何段階かジャンプがあったんで <laughs> どんどん面白くなってきたぞ」友達に「実家がしんどい」と相談されればさっさあと転職しなよ「今の給料だから一人暮らしできないんでしょう」うと言うと。 ひどいと言われてしまいました。 私は正直なだけなはずなんですが、こんな感じで今は友達ゼロ人です。ああ、俺と同じですね。はいはいはい。何の不便も感じませんが、あ、俺と同じですね。もしかして自分は性格が悪いのでしょうかいう。いや、悪いんでしょうね。友達ゼロ人なんだからそこは疑う必要ないじゃないですか。性格が悪いんですよ、えー。岡田さんの意見を聞いてみたいです。20代女性ア仁ニン豆腐さんです。性格悪いんですけども、まあまあ別に友達ゼロ人なんですけども、なんだろうな性格が悪いっていうよりは。 あのこの場合はですね正論を装った杏仁豆腐さんがですね正論のふりをした嫌がらせを言ってるだけだからだと思うんですけどね例えばその母親に私は風俗で働いてきたお金をお前に渡してるんじゃないかお前だって金が欲しいんだったら風俗で働けって言っても現にその多分母親風俗でで働けないんですよそれは何でかといたら杏仁豆腐さんほど見た目が良くないからですよね。 杏仁豆腐さんは自分が見た目がよくて風俗で稼いでることを実は鼻にかけてんですよ、ね、だから友達に何か言う時もなんかそんな給料で納得するんだったら心の中で「あんたも私みたいに見た目が良かったら風俗で稼いで一人暮らしできるのにね」っていうニュアンスがチラ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 もうなんか袖から入れ墨が見えるがごとくチラ見えしててでまた。 <laughs> 多分杏仁豆腐さん長袖から入れ墨がチラチラ見えるんじゃなくてノースリーブなんではないのかなと思うんですけどもだからあのそういうですね私は風俗で稼げる外見があるっていうマウンティングが嫌がられてるだけだと思うんで正直すぎるからというよりはあの言い方に気をつけるというよりは言い方の攻撃性ですか。なんか多分 そこら辺自分でもわだかまりがあってついつい言うときに私はちゃんとこういうしんどい思いをして金を得てその結果自由なり親に仕送りなりっていうい,いことをしてるのにそれもするつもりがないそういうことから目をそらしてるお前らが何言ってんだっていうふうにちょっと思っちゃってるんでしょうね。多分あの母親とか友達に対して杏仁豆腐さんは実はちょい微妙に優しすぎるんですよ。 なので、なだろうな、本音が嫌味の形をして、ちょっと漏れちゃってるというところだと思うんで。そこら辺は、あの、できない人に対してです、ね、もうちょっと同情的に話した方が。あの、安定すると思います、精神が。貯金ができない不安。ルンスさん、二十六歳。洋服の販売の仕事をしています。給料が低い。休みが少ないなど、不安はありますが。仕事内容と能力を考えると、妥当だと思います。ストレスが。 楽しく働いていますが技術,し技術職でもなく貯金もない自分では気にしていないつもりでも他人からそれでいいのと聞かれると不安を感じてしまいうまく言い返すことができません,ふん,ふん今楽しいからそれでいいというのはバカみたいで言いたくないのですがでも自分の生き方がそうなってしまっています今の不安感はどうすれば解消されるのでしょうかふん不思議だねなんかこの悩みでなんだろうな あの貯金ができないのが不安というのがちょっと不思議だよね。えー、っと。多分、本質は貯金ができないじゃなくて、技術職でもなくっていうのは将来がよくわかんないってことなんだろうね。洋服の販売の仕事をやっているんだけども、これが何歳まで自分ができるかよくわかんない。じゃあ、せめて貯金でもっていう風うな考え方だと思うんだ。貯金があればなんとかなるっていうんじゃなくて。本当は。 この人の場合あなたにしかこれができないからお願いしますみたいな今の仕事に対してもうちょっと接着力っていうのかななんか強いつながりを持てた方が不安は少ないと思うんだあの取り替えれるパーツではなくて必要な歯車部品になることができればいいんだけどさうーん今の不安はどうすれば解消されるのでしょうかお 貯金するだけだけったらね本当に生活費削れよって話だったんだけども多分ね貯金ができないっていうのは結果論であってそうだよな貯金ができないっていうのは結果論っていうのは、えー、今の生活でそこそこの収入があるはずじゃんでそこそこの収入があってで今言ったように自分の将来に漠然という不安があってで自分が何か特別なことができるわけではない職場で是非とも必要とされているわけではない 結果貯金ができないんだということはこの間に一段ジャンプがあったよねなんでそういう不安があったら結果貯金ができないのかっていうとここに書いてない無駄遣いをしてるはずなんだでその無駄遣いの結果貯金ができないつまり収入が低いから悩みなんじゃなくて収入は低くてもまあ,ある程度あるそれが貯金ができないような不安ゆえの消費っていうのを重ねてしまっていてそのが 不安ゆえの消費っていうのを自分であんまり直視できないから貯金ができないという不安になっちゃうんだろうな今楽しいからそれでいいというっていうのも今楽しいっていうのはつまりもららってるるる給料である程度物が買えるかだだと思うんだなので貯金しろって言われたらこの人の場合貯金しちゃうと今のストレス解消を貯金という方法でやってるからどうにもならないんだろうなうん。なんかねルンさん26歳多分 体の方向を持って行った方がいいと思う。洋服の販売の仕事だから、まあ、別に特別に太ってるわけでもな、とか、そういうのでもないと思うんだけどさ。ちょっと、あの、ウェイト絞るとかさ、俺が言うのもなんだけども、ダイエットするとか、あと、ちょっとフィットネスジムに行くとかしてですね。体鍛える方向、行ってみて、自分変える方が、多分、ゴールに近い気がします。お金とか収入とか、あと、生きがいとかで考えると、また、すっごいお大回りしそうな気がするから、ちょっとそっちの方で。 ずらして考えてみてください私は体力がなくすぐ疲れます岡田さんは運動や食事にも気を使わないとお聞きしていますそれなのに毎週ニコ生をやられたり講演もされたりハードスケジュールをこなしていると思いますもしかして岡田さんは体力があるのでしょうかそれとも体力の使い方が上手なのでしょうかハードスケジュールをこなせる秘密を知りたいですえ それはハードスケジュールをこなす仕事は一つ一つの仕事に手を抜くことですよ完璧主義と逆だよねだから毎週ニコ生をやるにはどうすればいいのかと月に一回しかニコ生をやらないのと毎週ニコ生をやる時の差はこれまで一回にかけてあっても4で割るっていうことだろ 先週まで俺はレジュメも作らずに出たとこしゃぶで「はいはいなんかコメントありますか?」っていう超手抜きをしてたらさすがにいろんなところから怒られたのでこれはいかんと思って今ちょっとしんどいんだけども基本的にうハードスケジュールであったならばどのようにして必要ないことをしないかだよね。体力をつけたたいいんだっっららちょっとぐらい ハードなな仕事をしてももいいいかも分かんないんだけどだって俺なんてさもう56だよ56ってことは50代後半じゃんこっから先体力がつくなんてことはありえないんだよ、えー、下がっていく体力をいかに維持するかしかないからそこでハードスケジュールやろうと思ったら一つ一つの仕事でどれぐらい手を抜けるのかっていうのは変な言い方だけども仕事した後疲れないか,に近いのかな俺あの50代前半まではニコ生とか講演とかやった後は 興奮するから深夜までネットやったりあとテレビ見たり打ち上げに参加したりしていわゆるハードな仕事をやった後さらにハードな遊びっていうのかなハードな息抜きをしてたんだけどもまあ最近ハードな息抜き一切しないねこういう仕事した後はさっさと寝ることにしてるのでいかに手を抜くのかっていうのは仕事の上で手を抜かずに仕事の後のストレス解消で体力の手を抜いていくっていう方法も あると思いますこの世界で一番頭のいい女の人ですねマリリンボス・サバントっていう人です1946年今年71歳だけどまだ生きてますスタンフォードビネー検査っていうですね一応知能指数の定番になってる検査法あるんですけどスタンフォードビネー検査それで IQ が228っていうふうに言われました。知能指数っていう指数数いうのは元々 8歳ぐらいの子供、もしくは6歳ぐらいの子供が何歳ぐらいの思考なり解釈ができるのかというものであって例えば知能質の200っていうのは今の知能質の判定法っていうのはもうどんどん変わってきてスタンフォード・ビネーっていうのもその中でいくつかある他にはメガテスト方式とかいろいろあるんですけど だいだいだと思ってくださいだから本当は大人の人に対してあんまり知能指数っていうのをやってもしょうがないんですけど一応ですねギネスにも載ってる「人類で最も頭のいい女の人」がですねこのですで彼女がですね1990年に雑誌「パレード」っていう雑誌の中で人気コーナーで「マリリンに聞いてみよう」と「アスクマリン」っていうコーナーがあってそこにですね読者からも とりあえずパズルからこんなのマリリンかねえだろということから人生相談から神は果たしてみたいな進学相談からいろんなのを聞いてくるんですけどその中でですねあのモンティー・ホール問題っていうのは,テ,ーーうのはテレビ番組のです、ね「さあかけようとレッツ・ディール」だったかなというようなテレビ番組であの司会者のモンティーホールという人がです、ねえー、やってたクイズなんですよ。でその番組の中で これもねよくわからないんですけども <laughs> 3つのドアがあるとでこのうち1つは当たりで高級車が入ってると残り2つにはヤギが入ってると <laughs> このヤギっていうのがわかるんですどうもいわゆるハズレで日本だっったらタワシが入ってますよね <laughs>、えー、パネルカンクイズ Q&Q ではですねあのたわしが入ってるんですけどなぜかヤギが入ってるんですけどで3つのドアのうち1つだけ高級車が入ってると。 でその番組に出た人は一つ選べというふうに言われて例えばこの真ん中を選んだとするとで真ん中を選んだらそしたら一枚だけ開けてやるって言って一枚開けてくれるんですねで外れを必ず開開けけてててくくれれるるる。んです。ヤギが入っいのは開けてくれるじゃあお前その自分が選んだやつを変えるかどうかというふうに聞かれるというやつでその時代ほとんどの数学者はですねまあ確率はの2だから実は1だ 変えても変えなくても同じというふうに言われてたんですけどマリリンはその番組見たこともなかったんですけども聞かれたらですねその瞬間にいやあのそれは変えるべきだと自分が選んだのを変えると勝率はそれだけで2倍になるから変えないなんてそれは損よというふうに答えたんですね。でそれがパレードに乗った時にもう本当にアメリカ中の数学者から大反論があってみんなもんあのマリリンあんた IQ 高いかも分かんないけど数学は素人だねというやつから も,もっとえげつない、女に数学がわかるはずがないとか女に確率がわかるはずがないというようなことでアメリカ中の数学者から大反論を寄せられてでマリリンはそれに対して「そんなことないそんなことない」例えば「ドアが100枚あったらどうなるか想像して」とか「最後にはドアが100万枚あったらどうなるか想像して」っていうふうに大反論してで 結局ね、なんか論争ずっと続いたんだけども、一人のですね、数学者がこれ、モンテカルロ法っていう判定法で、あの、プログラムを組んで、自分のパソコンでやったんです。で、それを通したら、マリリンが正しいことが分かっちゃって、アメリカ中の数学者があれって思ったんだけども、これあのね、いわゆるですね、あの、直感で正しいと思える回答と、論理的に正しいと、 思う回答が必ずしも一致しないんですよっていう例題によく使われるテストに後になったんですね1990年にマリリンがバーンと一瞬で回答にたどり着いたことがアメリカ中の数学者が「あれ?」って思ったことでもう今はモンティーホール問題っていうのをグーグルで検索したらですねもう分かりやすく例えばコップの中にボールが入ってたとかいろんな例で説明してくれてもうみんな分かってるんですけども本当にね当時のアメリカでは全然分からなかったんですよね。 説得力と納得力の違い。以前岡田さんの動画で自分の言葉に資産価値はない。だから説得力ではなく納得力があるんだと言われていましたが、具体的に説得力と納得力の違いが知りたいです。はい。えーんとね、説得力と納得力でこれも言葉のね、あの遊びみたいなもんだと思ってくれたらいいいいんだけども、説得力っていうのは相手の合理性に訴える。 論法だよねつまりこれは何とか何です何でかというと A であるでそれは B であることからも証明されるというふうなことであってあんま対話には向いてない何でかというとその対話の中で勝ち負けっていうのかなあの正しい間違ってるがはっきりしちゃうんだよね。でそうではなくて僕が好きなのはどっちが自分にとってぴったりくるのかっていう納得できるのかという問題なんだ。例えばうーんとね 説得力で考えると、えー、家を買うべきかそれとも賃貸の家賃払って済むべきかこれを説得力同士でやるとどっちの方が経済的に得だとかあとなんだろうなこれからのライフプランとていうのは次々に変わるんだからどっかで家を買うよりは生活のスケールに合わせて次々と賃貸する家を変えていった方がいいよとかさいろんな言い方あるじゃん。だから結局 あの賃貸派派と持ち家派の間で、まあ、議論が平行線になったりすると、うん、でも犬がいいか猫がいいかって話の時ってさそうじゃなくて説得力じゃなくてさ納得力同士の争いになるじゃん犬は帰ってきたら癒される何を言ってる猫だって癒されるというふうなことで、うん、それを聞いたら正解はないんだよ聞いてる人ごとに回答が違うものが納得力の まあ戦いいみたいな問題ね説得力っていうのはどっちが正しいっていうのがあるから賃貸派の人とあと持ち家派の人たちっていうのは最終的な気分の問題になるのは分かってるんだけどでもこちらの方が あっちの選択ををししたやつは愚かだ損をしてるこちらの選択をしたやつは得してる勝ってるっていうふうなことを言いたがるでも納得力の戦いになってきたらでも猫が好きなんだからしょうがないじゃんとかでも犬はどうしても嫌なんだから仕方がないじゃんとかどっ,ちが好きどっちも好きなんだけどでも猫の方がとかそういうなんか、ね、つまんない感情レベルでのなんか納得の問題になっちゃうそっちの方が僕は好きなので。 僕は自分の言葉には納得力っていうのはあってほしいと思うんだけど説得力っていうのはあんまり持とうと思ってないんだよなという話です。あの資産的価値云々っていうのは多分その時の言葉の綾の一つであって多分前後にいろいろついたと思うんでここではあんまり触れません。んロンドンに行ってまいりましてですね本当にあの噂通りというかですね、まあ、知ってるとおりですねご飯は美味しくないですね。僕はあの正義のの味方というその関西の番組で もうイギリスに行けば中華料理食うしかないっていうのは旅行者がよく言ってるんですけどもその中華料理すらもですねかなりまずいんですね何がまずいかなと思ったんですけども多分料理法とですねあとなんだろうな料理法が間違ってるのとあとこういう味にすべきっていう料理のビジョンが間違ってるのとです、ね、あと国民が間違ってるイギリス国民っていうのが食べるこということに関して何か間違ってると思う。あの トウミツケーキっってて、いうのがあってです、ね、これはあの「ハリー・ポッター」に出てくるんですけどもハチミツみたいなムースのパイっていうかケーキみたいなものなんですよ。でそれがね結構ね探してて今回ちょっと食べたもの一つあったんで,で最後の最後で見つけて最終日で見つけてです、ね、食べたらですねもう本当にハチミツだけを使ったですね ケーキのののスポンジの部分が全部蜂蜜の塊になってるやつです、ね、で一口食べて瞬間に本当にねなんかもう吐き気がするぐらい甘いんですよ。でいい加減にしろとまあシェーパーズパイもキドニーパイもですねよその国の食べ物は基本的にうまいまずいって言うべきじゃないんですね口に合う口に合わないと言うべきであってですね 世のの中でいいと言っていいものはタロイモだけだって話なんですよでサモア諸島の人ちたちはタロイモ主食として食べてるからあれもねなんかサモアの人にしては美味しいんだからまずいと言っちゃいけないと思ってたんですけども何年か前にですね、あのー、大食いコンテストでですねサモアの人たちと 日本の大食いチャンピオンがですねタロイモを食うっていう競争やったんですね日本のチャンピオンがぶち切りで勝ってですねでサモアの人に「なんでですかサモアの人タロイモ好きじゃないですか?」って言ったら「あんなもん誰が食うか <laughs> う,うちの島は貧しかったからタロイモを仕方なく食ってたんであって <laughs> あんなもん誰が食うか」って言ってた <laughs> あそうかじゃあタロイモは全世界まずいで OK だとで同じようにですねイギリス料理もですねかなりあのイギリス人もですねあんま美味しいって思ってなくてですねあのなんだろうな これあの僕が聞いた話なんですけどもあのやっぱりイギリスのエリート階級が行くです、ね、ケンブリッジとかです、ね、あのオックスフォードとかの寄宿舎ではです、ね、食い物にうまいとかまずいとか言っちゃいけないというです、ね、教育をやってるものであまり食文化というのが開かないっていうふうに言われてるんですね。でまあ、あとはそのイギリスの本当に階級が上がれば上がるほど自宅で食べなくなってくるんでですね あのクラブラブウンジというとこ行くんですね。上流階級の設置でクラブラウンジっていうのはケンブリッジクラブオックスフォードクラブという大学のクラブもあるしあとまあ銀行家ばっかりが入るクラブというのもあるんですけども、あのー、何でしょう「80日間世界一周っていうです、ね、あのコナン・ドイルの小説を読んだら冒頭の方にです、ね、そのクラブの説明が出てきますからそれを見ていただけばわかるんですけども大体いい紳士階級が行く紳士階級っていうのもね まだこれ解説解説どんどん長くなるねもういいや喋らせてねとりあえず俺イギリスの飯の文句を言いたいから <laughs> あのレディー・サンド・ジェントルマンって言うじゃないですかこれあのイギリスから始まったジェントルマンジェントルマンってジェントリー階級ということでジェントリー階級というのは何かっていうとその産業革命以降貴族が没落したとで貴族が没落して本当はあのなんだろう 貴族の皆さんみたいな語りかけをするはずが貴族よりも商売やってる金持ちの方がお客さんとして多くなってしまったと。なのでそういう人たちのことをジェントリー階級と言ったとジェントリーというのは何かっていうと土地を持ってない土地っていうのは家っていう意味じゃないよ荘園を持ってないとか自分の国を持ってないという人ね。一昔前ののイギリスっていうのは、 貴族と一般の人に分かれて、貴族っていうのは土地を持ってるから例えばウェールズ地方を持ってる人はウェールズ博とかさウェールズ公っていうふうに言われるわけじゃんそういう労働階級と王様階級とあと庶民みたいに分かれてたんでねその庶民の中から、えー、商売してる人たちがどんどん上がってきてで銀行とかを運,用運営するようになった銀行とかで働いてる人はやっぱり貴族からしたら庶,庶民なんだよねだって働いてんだもん働かなきゃいけない人っていうのは 本来こんななクラブに入ってきちゃいけないけとかさ本来この王様とかの前に出てきて越見してはいけないという考え方があったんだけどもそんなことが言ってられないぐらい産業革命以降貴族階級が没落していって荘園とかいっぱい持ってても農産物が取れるだけとところが庶民の方はガン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 工場とか増やしていってで貴族階級はそれに対して投資とかするんだけどさ投資すれば必ずやっぱ外れる時もあるじゃん。 まあそれのおかげでロイズ保健機構というのができたんだけどもそういうわけで貴族の没落というのは基本的には避けることはできるけれどもだん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 没落する貴族が増えてきてでジェントリー階級っていうまあしょうがないから一般市民の中で働くような下船なことをやってるやつでも貴族みたいな金持ちのやつはジェントリーという階級にしてしまえとだからジェントリーのおっさんたちをジェントルマンというふうになったんだけども。 そののジジェェンンントトルマンの人たちが来るようなジェントリー階級、つまり銀行の頭取以上だよねあとは経営者以上経営者って言っても普通のちっちゃい会社の経営者ではなくて本当に大会社の経営者以上がジェントルマンなんだそのジェントル階級とかが入っているクラブっていうのがまあロンドンの各地にいっぱいあってそれは部屋一つのクラブもあればビル一つ丸々とっていうクラブもあるそこに行って80日間世界一周で書いてあるんだけども朝から夜までずっといるんだよ だだジェンントルマいいいうのはさ、家ににい。ないんだよね、基本的朝から夜までずっとそのクラブにいてで朝ごはん食べて昼ごはん食べて晩ごはん食べて帰るんだよね。なので家庭料理っていうのがそれはなくて当たり前で <laughs> 家では奥さんやなんか子供たちがご飯食べてるかもわかんないんだけどもジェントルマンっていうのは家で基本的にあんまご飯なんか食べないわけだよね。でまあまあ まさか週になのかずっとそんなふうにクラブラウンジで過ごすわけではないんだけどもその80日か世界一周はその19世紀のイギリスの一番クラブサロンが盛んだった時代だったのでクラブラウンジが盛んだった時代だったので本当に朝から夜までみんなそこに行ってずっとトランプやってでインドにできたあの会社に投資しようかでみんなボソボソボソ,ボソ話の書いてるんだけどさまあそんな流れがあるもんだからそのクラブの料理も。 なんだろうな、珍しいインドの香辛料を使ったとかさそういう程度のものしかなくてもう本当に美味しいって話が出てこないんだね。まあ、シャーロック・ホームズにもあんま美味しいご飯出てこないしさ80日間世界一周で80日間で世界一周しながらもほとんど飯の話が出てこないというですねとんでもないもんなんだけどもまあそんな国だからですねご飯は一応ですねあの ネットで見てですね、イギリスで一番美味しいなななあのフィッシャンのチップスとかですね、ロンドンで一番美味しいです、ね、パイとか食いに行ったんだけども、まあ東京とか大阪の方がずっと条件的にはいいんじゃないのかなというふうに思いました。それでも最近美味しいんでしょう。うんとね、最近ね、あのプラタマンジェっていうローソンというかなドトールみたいなチェーン店が出てきて、そのプラタマンジェが一応。 和食とかサンドイッチとかいろんなものをホットモットみたいな感じで置いてるんだよねでそれを持って帰って食べたらかなり美味しいでも今ね旅行書を見たら一番美味しいのはパン屋でパン買って肉屋でソーセージとかハム買ってホテルでサンドイッチ作って食べることだって書いてるぐらいだから <laughs> 今も料理はそんなもんです二十、えー、代男性拓磨さん、えー、世の中には殺し屋のようなものは存在しますかまたそれは、えー、政府容認ですかですね えー、政府容認の殺し屋のようなもの存在しますかっていやそれはいますよい,いるに決まってるじゃないですかでないとロシアのプーチン大統領と対立してる人間が次々と死ぬはずがないじゃないですか何 <laughs> でロシアから亡命してイギリスで住んでる人がただ単にお茶飲んだだけでなんか急に死んでですねで体の中から放射性元素の猛毒なものが発見されるのかというとこの世界には殺し屋がいるってことですよね。でで今日本にいますすかって聞か聞れれたんですけどそれはプーチンの敵が 日本に逃げてきたら日本に殺し屋来るから殺し屋は日本にもいますた話になるんですけどもさてそれは政府公認ですかって聞いたらロシアですら恐るべき偶然でプーチンの政治上の敵がライバルが次々と死んでるロシアですら 別に政府公認じゃありませんようちの政府には殺し屋なんかいませんって言ってますしアメリカの CIA だってイギリスの MI6 だってそれどころか北朝鮮だってですね政府公認の殺し屋なんかいないんですよだから公認しないそんなまぬけな政府僕は世界中どこ探してもいないと思うんですけどもうまあそういうことですよねあの。なんでその政府容認かどうかを聞きたいのかよくわかんないですけど殺し屋は存在します。でそれは政府 は、えー、バックについてるでしょうけどもただ、政府ってでかすぎますからねあのプーチンで言えばプーチンのプライベート部隊なんでしょうね。でそれが政府公認かと言われると政府公認にしちゃうとこれ組織の中のどこに入れるのとあの殺人部隊ということになるのでみんな隠してるという変じゃないでしょうか、えー、貧乏というのは状態なんですねで貧困というのは解釈だと思います。 ちょっと具体的に言うとですね貧乏っていうのはですねお金がないとこれ貧乏です状態ですからでもお金がなくても平気だっていうふうに言うこともできるんですねところがお金がなくても平気だという人が自分の子供がですね我が家は貧乏だという理由で友達にいじめられてるっていうことを知ってしまった瞬間にこれ貧困になるんですねつまりなんだろうな状態は変わんないんですよ 自分のの家はは貧乏だといいうのは変わんないんですよそれを気にしなければ貧乏のままだから問題は発生しないんですけども我が子がそれでいじめられててそれに関しては何ともできなかったりする時これはそのセータがですねその節子に関して何も手が出なかったのと同じで,ですね貧乏がゆえに打てる手が何も思いつけなくなってもしくは視野狭窄になっちゃってですねそれで困ってしまったりですね心が病んでしまう状態が 貧困困なんですね。困ってしまう状態です貧乏というのは貧しく乏しいって書くんですけども貧困というのはですね貧しくて困る状態なんですね。とい,い,いうのが僕の考えなんですよ。あの貧困というのはですねあのその意味では解釈の問題だからですねセクハラとかいじめとすごい似てるんですね。 これはセクハラですよって言ったらですね必ずそんなもんセクハラじゃねえよバカっていうおじさんは必ず現れるんですよねでこれは絶対にセクハラだっていうガイドラインを作るのも事実上不可能なんですよでいじめもですねいじめの事実はなかったとよく学校側が報道したりするんですけどですね。これもですね本人の解釈の問題で顔や態度にですねいじめられてるというのが出ないというのは当たり前のことなんですねそうじゃなくて毎日明るいようにしてるだから家族も気がつかなかったでも本人の心の中は地獄だったと。 これがいじめなんですよ。貧困も同じで貧乏というのはただの状態なんだけどもそれによって本人の心の中が地獄になっていればこれが貧困です。貧乏は状態で貧困は解釈なんですよ。で何を持っているから貧困ではないんです。だからテレビ NHK で報じられているです、ね、女の子がですね何をまあお前別にコピックを持ってようがですねアニメグッズを持ってようがこれを持っているから貧困じゃないということは 本来言えないんです、ね、それによって本人の心の心中がどうでであったかなんですよ。ツイッターとかで,です、ね、こんなもの買ってやった買ってやったを今日は合流したって言ってるのはです、ね、それはいじめをやってる人のです、ね、ツイートを見るようなもんでその部分だけを見てもしょうがないんですねそれによって本人の心の中が本当に真っ黒けだったらそれは貧困だろうしそれは本人の心の中が真っ黒けだったらそれはいじめなんですよね。あの 貧乏と貧困の差っていうのはですね何を持ってるかとかこれを買ってるから貧困だ貧乏だっていう話じゃないと思います。でもう一つ難しいのはですね日本はさっきも話した都市社会なんですねつまり貧しくても豊かな暮らしができるという社会なんですよ。キャリコっていうです、ね、そのゴーストタウンはです、ね、金も物もも物公共サービスも全くなかったんですねだからお金がないということはイコール本当に最低の生活になってしまって。 辛いことにななる。貧困なんですねで。アメリカにはキャリコンみたいな街ゴーストタウンじゃないんですけどそういうの街がまだまだいっぱいあってですね公共サービスが全然ない街もいっぱいあるんでですねアメリカには貧困がまだいっぱいあるお,お金がないと本当に生きていけないんですね。アメリカ人の決まり文句にですねお前がそんなに賢いならなぜお前は金持ちじゃないんだっていう。 まあ、これ決まり文句みたいなのがあるんです。どういうな意味かっていうと、頭がいいんだったら、お前、金儲けてるはずだ、成功してるはずだっていう考え方なんですね。そんな考えなので、お金がないイコール貧乏ではなくてですね、お金がないイコールかわいそうな貧困だっていうのがですね、アメリカ人が持っている考えであって、それを僕らは輸入概念として得てしまっているもんだからですね。現在の貧困問題というのがあると思います。 あの今のね日本にはね金がなくてもですねサービスとかですものはある程度あるんですねつまり江戸時代と似てるんですよ豊かだけど貧乏だっていうのはですね今の現在の日本の実態だと思うんですけども貧乏だけどオタクグッズ買えるしコピックを全色揃えることはできるそういうふうな貧乏人がいるつまりコピックを揃えたり えー、オタクグッズをバカ買いいでできるる貧乏人は山のようにいるんですねフェラーリ貧乏という言葉があってですねフェラーリ持ってるんだけどアパートに住んでますって貧乏人がテレビに出てますけどもですね <laughs> そういうのも当たり前なんですよ。日本人のですね実はこれ僕のですねあの解釈なんでですね誰にもこううん話したことないんですけども今の日本人の95%が貧乏だと思うんですけどね。それは、えー、昭和のの終わりかからら平成の頭ぐらいにかけて 日本人に中流意識というのができてその中流がそこそこ豊かであったんですけどもこの30年間でですねそれがまあまあ崩れてですねでまだ自分は普通だとかですね思っている人も多いと思うんですけども僕を含めて多分日本人の95はすすででに貧乏なんですよ。ただ貧乏だけども豊かだから気がついてないだけでですね まあ俺たちはみんな貧乏なんですね。す <laughs> でに会員限定のですね、もうすぐ始まるですね限定放送を見るのにですね。五百円払ってる人はですね、金持ちだから払ってるんじゃないですね。貧乏だけで、豊かだから払ってるだけであってですね。<laughs> 決してです、ね、私たちは貧乏人をジェットソンしてるわけではなくてですね <laughs> <laughs> 貧乏ながゆえに岡田としての番組に500円なんか払ってたまるかっていうですね豊かさを持ち合わせてない人が外れていくだけであってですね <laughs> つまり何に金を払うのかとかですねそういうようなものっていうのはあんまりですね貧しいんだけど豊かだっていう時代に僕らはいると。で なのでであんまりですね、えー、これが貧困、これは貧困じゃないっていうのはですね、さっきも言ったようにいじめとかセクハラと同じように本人の内面の問題いわゆる、えー「貧乏だけど平気だったのが子供が貧乏だ」っていうふうなことでいじめられると知った瞬間の親の心と同じように解釈次第の問題になってきちゃうんで「すねで。みんな貧乏」という社会ではどういうことが起こるのかというとあのハッカーと画家っていうですね 著作がありましたアメリカ人のですねハッカーの人が書いたまあ、名著なんですけども、えー、これあのない中身がですね翻訳したものがですね無料でですね全文読めるようになってますんで,ですねまあ、皆さんも探して読んでみてくださいそのハッカーという画家の中でですねいじめがなくならない理由というのは書いてるんですねそのいじめがなくない理由っていうのは閉じ込められていて逃げ場がない環境アメリカのいわゆる中学校とかですね高校みたいなもんなんですけどそういうよな部分では 必ずいいじめとうのが起こると何でかというと中の人間にあまり差異が見られなかった場合閉じ込められた人間というのは必ず最下層の人間を見ていじめるようになるってうもうこれは別に日本だけでなくて世界中同じなんだなというのがよくわかることが書いてあるんですけども NHK でですね「この女子高生は貧困です」というふうに取り上げるとでもしかし貧困というのは解釈ではないんですねでおまけに NHK の視聴者 NHK を見てる人の95%も貧乏なんですよ。 なのであの番組はどんなことになってしまったのかと。 貧乏人に向かってはいここれこそ貧乏ですっていうのを放送しちゃったわけですそうすると周りの貧乏人は一斉にですねこのこれのどこが貧乏なんんだというに決まってるんですよ NHK の人はですねみんな年収がですね1,000万以上の年収が1,000万以上って言ってももうすでに日本ではどうか分かんないんですけどですねあのもう日本では数少ないエリート層になっちゃったんでですね貧乏人に向かってこれこそが貧乏ですって番組を見せちゃったらですねそれはいじめも起ころうというみたいなんですね。ハッカード画家にに書いてあるように 差異がないサークルの中に違うものっていうのを見つけたり目立たせたりしたらそこにいじめが発生するのは当たり前であってですね僕らは全員貧乏であって豊かな貧乏になるんだっていう認識からスタートしないとしょうがないと思うんですね NHK の人は未だに日本には普通の人がいて豊かな人がいてそして貧困っていう層がいるって思ってるんですけど多分そうじゃないですねもう本当に困ってるいわゆる困窮してる人っていうのはいると思いますよでもそうじゃなくて 貧乏というのは全員当たり前でその貧乏さをどういうふうに乗り越えるのかというのは住んでる都市部とかもしくは友達関係によってその貧乏さの生活レベルが変わってきちゃう。具体的に言うと 友達の中でステップバン持ってて車自由に使えるやつがいたらあっという間にショッピングモールとかバンバン行けて昼間でもお金全然稼がずにそれなりに楽しい生活を送れるんだけども友達がいなくてその友達もほとんど車なんか持ってなかったらすべて歩ける範囲で田舎で暮らしていかなきゃいけないからこれは本当に貧しい生活になっちゃう豊かでない生活になっちゃう豊かさとお金っていうのは必ずしも関係してないところでおまけに全員が。 ほぼ日本人の95%が貧乏だという前提を共有してないところから、あの番組の不幸なすれ違いというのを思ったんじゃないのかな。豊かで普通の私たちに比べて貧乏で困ってる人がいるよっていうですね、取り上げ方自体がトンチン感なんですね。僕らみんな貧乏で困ってない。だから貧困じゃないんですよ。あの僕らはもう困る時があってですね、困った時に逃げ道が見つからない時は、それが貧困なわけですね。で。 それがニッチもサッチもいかなくてサラ金どころか闇金まで手を出しちゃうと困窮という状態になるとですね貧乏、えー、貧困困窮ですね貧乏というのは単なる状態でこれは全員僕ら全員が貧乏だからあんまり気にしなくていいんですよでそれが時によって貧困という気持ちになっちゃう時があるんですねでそれが困窮という状態になったらこれはもう本当に救いがなくなってきちゃうんですねえー、貧乏でも平気だったらまあ あんまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思います、えー、みんな一緒で安心まあそうですよね貧乏ちゃまは貧困ではないっていうふうに助田さんから書いてあるんですけど貧乏ちゃまって何貧乏ちゃまって何ですかおぼっちゃまくんに出てくる、はいえー、キャラクターなんですけれども <laughs>、うん、私がこれ以上説明しても、うん、多分 <laughs> あの伝わらないはずなので、はい、これはこれ落としていいですか,か <laughs> すいませんおぼっちゃままん見てませんから <laughs> <laughs> 大きい話としてはこんなもんなんですけども <laughs>、えー、2階からマキロンさん都内の製本会社に勤めている35歳女性実家暮らしです、えー、35歳この年になって初めて一人暮らしをしたいと考えるようになりましたおめでとうございます、えー、自分自身に向き合う時間自分の体や気持ちのケアをする時間この重要性を覚えて 親の存在を意識せざるを得ない環境ではなくて、まあ、難しい言い方ですけど親を意識しないで済んで自分を解放できる一人の環境を必要としてですただ年を取った両親の貯蓄は全くありません私自身の貯蓄もほぼないに等しい1人暮らし貯金は今貯めてる最中です兄がいます兄はいますけども結婚して家庭があるため当てにはしないようにしています 自分一人なら何とでもと思うのですが両親の今後を考えると不安や心配が多く家を出るべきではないのかと悩みます、えー、こののまま一人暮らししをする方向へ進めてていいって良いものでしょうか、えー。悩みにはです、ね、タイミングというのがあってですね例えばその今悩むべきか来年悩むべきかもっと前に悩んで決めとくべきだったんだけどもう遅いかとかですね 実はタイミングが半分以上なんですねでマキロンさんはですねあのこれいろいろ書いてるんですけどもまだ貯金なくて1人暮らし資金は貯めてる最中なんですねで多分貯めるのが辛くなってるからここんんななとを考えててるだけなんですよ貯めてから悩みましょう親を捨てていいんだろうかとかでも自分は自立もしたい兄に頼ってはいけないでも親の将来心配っていうのはまあ大体1人暮らしですから最低でも30万ぐらいでしょ30万貯めてから考えてください。 で、30万貯めるまでにこんなことが気になったら、それは30万という貯金が辛い逃避なだけなのでですね、あの、必要な金額が貯まるまでの悩みっていうのはですね、時間の無駄だしですね、僕はこういうのをですね、オナニーと呼んでいます。えー、悩み好きな人がですね、悩めるネタないかな、今日も悩めるネタないかな、バンネル前に一回悩みオナニーしたいんだよね。 親を捨てていいんだろうかっていう意味にですね <laughs> この順番でこ人間の心っていうのは作動しますからですね <laughs> 金がたまんなかったら一人暮らしできないんですから <laughs> 考える必要ないでしょ <laughs> 金が貯まる前に考え出すということは悩み好きだということですね <laughs> まあ悩み好きなんてそれは止めませんからですね <laughs> 存分に毎晩悩みを何ーを楽しんでください <laughs> 仕事と趣味のバランスで悩んでいます趣味は創作ダンスの作品を作ることですがここ数年は 休みの日も仕事のことを考えてしまってダンスと向き合えていません仕事は嫌でないしむしろ面白く取り込めている内容なのですが仕事をして消費している時間がもったいなく感じていますうん、うん、でも近い将来に家族の面倒を見なくてはならないし経済的なことを考えてもやめることはできませんはいそこまででいいです えとねこれはもう僕答えは簡単でですね趣味は創作ダンスのことなんだけども仕事のことを考えてしまってダンスを取り組めていないってことはそんなに今ダンスをやらなくてもいいと思うんだよねこの人無理やり仕事と趣味っていうふうに分けてんだけども両両方方仕事で両方趣味なだけだだと思うだからどっちかっていうとお金のためが仕事でどっちかっていうとお金にならない趣味が 創作ダンスかなってこの程度のバランスなんじゃないかなでそういう時はですね両方仕事だと思っちゃうよで一方の仕事だけがうまくいってる状況なんだだから、えー、仕事の方がうまくいってるでも創作ダンスの方はあんまり乗り気じゃないし時間もないとだから今は創作ダンスのことを一切考えずに仕事ばっかりやった方がいいと思うよはっきりで仕事ばっかりやって辛くなって仕事以外のことを考えたくなった時が必ず出るからそしたら創作ダンスをやろうよ女の人ってさ なんかお弁当箱みたいにさおかずとかさフルーツとかさお漬物とかさきれいに並べたがるじゃんでそれと同じようになんだかついついワークライフバランスみたいなもんで仕事とか趣味とか子育てとかさそういうふうなものバランスよく配置したがるんだけども仕事が面白い時期はあえてそのバランスを崩す方が楽しいと思うのでですね、えー、創作ダンスは一旦やめて仕事に集中して仕事が辛くなったら趣味に逃げ込みましょう。 コメントです。今友達と知り合いの差はっていう風に流れたんですけども、友達と知り合いの差を気にする人は友達が少ない人なんです。よ。なんでかっていうと、友達が多い人は知り合いを全部友達に入れちゃうんですね。 だからちょっとした知り合いも「おあれ知り合いあれ知り合い岡田投手知り合いだよ」とか「俺はもう知り合いだよ」ってこれが友達が多いやつなんですよ。友達が少ない人っていうのは「いやあの人はまだ友達とは言えないあの人はまだ知り合いレベル」というふうに選んじゃう人がなので友達と知り合いの差っていうのはいわゆるコップに水が半分入ってたらもうこんだけしか入ってないってこととまだこんだけっていうのとそっくりなんですね。 恋人と大親友が危機的な状況にどっちかしか助けられないとだとしたらあなたは助けるのはどっちっていうのちょっとね、えー、出してくださいアンケートさて一番大親友二番恋人いろんな考え方があるよね、えー、どっちも助けないというやつはもう選ぶな <laughs> <laughs> アンケート結果出してくださいはいおお綺麗に大親友四十二パーセント恋人五十七パーセント恋人の方がやや多いね でこれでね、あのー、分かるのは、えー、これを答えた人は男性の方が多いというのは分かるんだよね。っていうのは実はですすねでにこのアンケート取られた結果というの公開されてですね男性と女性に分けて取った場合男性は友達を取った人が20%ぐらいなんだ。で8割ぐらいの人が恋人を取ったんだってで女性はちょうど半々ぐらいになるんだよね。だかから男女女のののの差っていうのは、ね、なんかそういうううははねなんそ時人の方が実は 友達ののの方方方をを大大事事ににして男の方は恋人の方を大事にする。な、なんでしょうねなん,かなんとなく男女で僕らが思ってるイメージと逆なんだよ、ね、あの女の人はなんとなく男を選ぶような気が男からしたらしちゃうし男からしたら友達の方を選ぶような気がするんだけど男はねでも実際は逆でなんか男は女の方を選んで,で女は、えー、友達を選びがちだとこれは多分生涯実は一番。 コミュニケーション取る相手っていうのは何なのかってことでさ男性ってさ結婚したらさ友達付き合いがどんどん減っちゃう人って割と多いんだよねだから生涯結局話す相手って嫁さんしかいなかったっていう男の人がすっごい多いんだよ既婚者ではところが女の人は年を取るにつれて旦那との会話量が減っていって結局友達多い人が 勝ち組になってくるとだから若い頃って早く結婚して旦那さんがいる方がいいように思えてきても年取ってきて4050ぐらいになってきたら実は友達がどれぐらいいたのかっていう方が人生楽しいっていうのが分かるようになってくるそういうなんかねデータともないんだけどもよくあの離婚相談所でね <laughs> 言われる話であのどれぐらい女の人前の合同性の友達がいますかなんだけども男性の場合例えば嫁さんとトラブルになってもそれを相談する友達さえ いなくなくってきた。結婚したらだん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 なんだろうな表面的な話とか仕事の話はできるんだけどもちょっと自分の内面の話っていうのは嫁さんにしかできなかったので離婚したらすごい心がガクッと折れるっていうだから案外男っていうのはそのがわかるアンケートでありました。皆さんの感想はどうだったのかな まあ、覚えがあるよね恋人はは作作れれるけど親友は作れないまあね恋人っていうのは本当に一日あれば作れるんだけどもあの親友っていうのはね親友という状態になるのにやっぱり1年ぐららいかかかっちゃうからねはいあはっていうのはつまりと恋人は一日で作れるというところにビビットな反応してくれた人がいたみたいですけれど <laughs> 可能性の話です <laughs>。 いじめっていうのは、友達関係でないと発生しにくいもんなんですね。貨幣関係では当たり前だけど発生しにくいと。これね、ちょっと極論の例になっちゃうんですけども、例えば学校でたかられてるという状態があったとします。これだったら、これを貨幣空間に置き換えた方がマシだという発想もできます。例えといえば、たかるやつの一人を雇った方がマシなんですね。三つのグループから千円ずつたかられてるとしましょう。 そしたら、その中の一番強いやつを見て、そいつに愚痴るんですよ。千円たかられた時に、いや、俺、本当はもうちょっとお金持ってんだけど、君以外に A 君と B 君にたかられてるから、君には千円しか払えないと、A 君と B 君に君が話しつけてくれるんだったら、俺、千五百円とか君に払えるよって言うと、こいつの心はやや動くんですよね。で、もし、一旦、こういう関係、つまり貨幣空間に置き換えることができた瞬間に。 こいつはたかられている。いじめられているやつではなくて、ボディーガードを雇ったボスになるわけです。で、だからといって自分をいじめて千円たかるやつにボスみたいなこと言っちゃダメなんですよ。でも、それ言っちゃダメなんですけども、そういうやり方をすることで救われる人もいるし、そういうやり方、貨幣空間に切り替えるというやり方をすることができるんですよ。でないと。 いじめられてる金は取られるで、被害があって、おまけにプライドまで傷つくじゃないですか。だったらもう逆に、1.5倍払って、残りのやつをですね抑えてもらうというふうにすると、その強いやつの手下の中でもちょっとランク外のとこに入れるわけですね。でお金で繋がってるから、そいつの要求を聞くことも別にしなくてもいい。つまり、古文でもないわけなんですよ。でこういうですね考え方です。 こんんんなななにやれって言ってるんではなくてて言るく考え方なんですね近いうちに飛び降り自殺しますというのこれねどんなお便りかというと「もし近いうちに地方の工業大学で飛び降り自殺が発生した場合その際は何か番組でコメントをいただけるとありがたいです」っていう,ですもうこういうマジなやつが来て。 工業大学生の人はね課題がきつくて死にたくなるらしいからね <laughs>、えー、自殺の予言でもないんだろうけれども去年川沢工業大学で自殺があってで柴原工業大学で自殺未遂があったそうですじゃあこういうふうに言われたら僕は何で答えるのかっていうとお疲れ様以外に言葉はないよね社会的な問題と個人的な問題っていうことで言うと次は個人的な問題を問われてるわけだからね僕はそうするかもしれませんっていうふうに言われると。 うん、俺だってそうするかもしれないからお前が先にやったら「お疲れ様って言うけどもそれ以外にあんま言葉かけないぞっていうふうに返事するな止めることはするかな目の前で言ったらするだろうな目の前で言った瞬間にそれは目の前にいる人間だからなでそうじゃなくてメールとかそういうとこに書いてる限り申し訳ないけど僕にとってそれは情報でしかないから目の前で言われるのとはやっぱちょっと違うよな ままず最初ののやつ死体遺棄事件何が悪いのか分かりませんお便り読んでみるよ、えー「座間市の9人の死体遺棄事件がありました」テレビの報道では基本的に「何ということでしょう怖い事件ですね」というスタンスなのですがツイッターや匿名 SNS など個人レベルでは死ぬことができてよかったじゃないかとこれは本当に殺人なのかとの本音も出ています。僕も後者に、えー、事件発覚1週間ぐらいは同意見でした 事件が明らかになるにつれて単純に容疑者が、えー、自殺死亡者を集めたのは殺人するための単なるツールであったと事件が陳腐化してきてしまいましたでももし仮に犯人が事前事業のつもりだったとしたら太宰治む敵でもあり、えー、殺人の罪まで背負ってくれる大変ありがたい存在であるような気がするのです特に日本は誰でも安楽死できる制度がありません、えー、税金を納める頭数が減るから当然生きる気まんまの人たちは 自殺などといかんと言うでしょうが人には自殺する権利があると思いませんかっていうのが来ましたと。つまりこれは今回の犯人は違うだろうけどももしそういう善意のつもりの人がいたらこれを我々は糾弾できるんだろうかそもそも人間は自殺する権利があるんじゃないだろうかっていうそういうお便りだよねでさてはて自殺する権利というふうに言われると まなんとかの権利はあると思いませんかと言われたら大体のことはそれは権利と言われりゃあるような気がするんだけどねうーんこれね自殺する権利ね俺も本当にねこの問題昔から考えてるんだけどねあるのかなとは思うんだよなで誰かが悲しむからっていうのは多分この場合成立しないんだよななんでかっていうといや俺には誰にも悲しむ人なんかいないっていう人は必ず存在するしということで思考実験やってみようかなと思うんだ アンケートをちょっと出せるかなもう「はい」と言えだけでいいよ無人島に住んでる場合その無人島でたまたま生き残ってた犬とか猫いるじゃんこれを楽しみのために殺せるかだよ、ね、殺してもいいかどうかじゃないよ自分は自分自身の楽しみ暇つぶしのために無人島で自分と一緒に生き残っている犬とか猫っていうのをホビーとして殺せるかどうかちょっとこれアンケートにしてください。 食料のためとかそうなのじゃないよ。楽しみだよ、自分の。はい、いいえ。はい、結果出してください。はい、えーはい、が3.9%、4%ぐらい。いいえが、えー、96%。まあ、そうなんだよね。あの多分ね、楽しくないんだよ。<笑><笑>えー、言い方だけども,もう。とにかく無人島なんだから自分以外に人間はいないということは、そんなことをしたら誰かが悲しむって。悲しむ存在人はいないんだよね。 誰の迷惑にもならならいいわゆる自殺の何が悪いんだと自分を殺すだけだから誰の迷惑にもならない誰かが悲しむわけではない俺が死んでも悲しむ人はいないということでその誰も迷惑にならない誰も悲しませてもいないと言っても自分の命だったら平気で殺せるんだけどもだからといって犬ととか猫のの命を奪うことには抵抗ががあるのが当たり前ななんだよなで魚っていうのは多分食うために殺せても だからといって楽しみのために殺せないっていうのがもう人間の不思議なところっていうかね人間っていうのは多分生まれてそのまますくすく育てば人間というんじゃなくて努力してなるのが人間であって生きるために楽して落ちていくのは変な言葉だけどまあ下道なんだろうね言い方悪いんだけども。で自殺っていうのは多分基本的には下道の道なんだよ。 で、無人島の犬や猫を殺しても誰の迷惑にもならないんだけど殺す権利があると言われたそらそれはその通りなんだけどもそれを無人島で自分の楽しみのために犬や猫を殺した人の話を見たらあああいつひどいやつだって僕ら思っちゃうじゃん。このひどいやつだって思っちゃうこの矛盾している明らかに論理的ではないこの感情が多分人間的であって下道と自分たちと分けるラインなんだよね。で ところが生活が苦しくて下道な仕事、まあ、具体的には言わないけどさそういうような仕事する人いるじゃん。でそういう下道な親に養われる子供がいるのも事実だから道道の存在自身自身分たちが下道にななるるここととを否定することはできないだからといっていなので今回の事件でこの質問にあったことに答えると大事なのは自殺するのが良いか悪いかではなくて。 自殺を肯定するのが良いか悪いかというではない自殺を肯定するのが良いか悪いかという問題つまりこれ社会問題なんだね。個人問題じゃなくてなので社会問題に対して俺は構わなないいと言っても意味がないんだよ。例えば新商者を差別しちゃいけないとか目を見えない人を目くらってのんしっちゃいけないというのに対して目が見えない人が「 俺は目が見えなくててもも言われても平気だだからみんなもっともっと目が見えない人に目くらっと言ってやってくれこれ成立しないじゃん。社会問題を個人問題にすり替えたらいけないんだよ。その瞬間に理屈はつながってるけど気持ちが全くつながらなくなってしまう構造がずれちゃうわけだ話をずらしてしまうわけだよな。なのでテレビで否定するのは当たり前と世の中が正しく機能してる証拠なんだよ。自殺を肯定するような発言は 社会的でないからテレビで否定するのは当たり前。なので自殺する権利があると思いますかと言われたらそれはその通りだろうけども、それを表で大きい声で言うのは大人げねえよっていうふうに思います。以上でございます。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます、えー。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。